こんにちは、ドクターネックスです。今日は心黒崎一心天聖やっていきたいと思います。こいつ結構重要なキャラなんですよ。詳しくは後で説明しますけども、なんてこと言っちゃう。舐められたもんだ。舐められたもんだ。そう。うん。ああ。ああ、当たってる。やれやれ。頭とんがりすぎない？はい、これもいらないので混ぜて、いつの間に、あれか、今のイベントのせいか。本が大量に、ね、ありますよね。旋回モンクエストでね、これ先受け取っておけばよかった。まだ取んなかった。あと8個。1、2、3、4、5、6、7、8。一応素材は全部集めきっております。いつもだったらね、ちょいちょいレベルを上げていくんだけど、もう今日はガガガッとこいつでいっちゃいます。いいね。そして能力解放、ここが非常に重要で、新たな能力、麻痺状態 55% 短縮、こいつが重要。なぜか宇野、ね、花さんのリンク要因として現在、20、20、16というような状態で、出てる順番としては、この京都をいずるよりも龍拳、の方が早くから出てるから能力的には低いんですけど、やっぱ左目のパーセンテージからいったら16を外すべきで、この一心
霊圧が下がるのは別に構わない、攻撃防御が3と1上がって体力は10減るが、しかしこれはこっちにすべきです。なぜか、まあバトルしっかりやってる人はもう言わずもがなでしょう。今バトルでめんどくさいのは、運ゲー要素が加速していて、特にユーハバッハがめんどくさい。何がめんどくさいか、通常攻撃の麻痺ですね。必殺技を使う前の状態の、全部の攻撃、強1強2強3通常に麻痺がついて、この麻痺当てられると、ボムが出るまでに倒しきれず、ボムが出ると、必殺技撃たれて死ぬっていう、こういうパターンが非常に多いんで、その麻痺を短くできるっていうのは非常に有用なんじゃないかなと。もうなんだったら俺これのプラス、これでまんじゅうでこうやってもう麻痺 100% 耐性にしてもいいんじゃないかぐらいにちょっと思いますね。どれぐらい下がるんだろう。攻撃とかむっちゃ下がるけど、でも過去にまんじゅうで対策したこともありました。 50% 短縮であんまり意味なかったね。結局やっぱ倒しきれるかどうかなんですよね。ボムが出る前に倒しきれるかどうかっていうところがポイントだから、こっちの方が安定して、バッハを倒せると思いますね。てかまあこれ使えばバッハ倒せない要素ないですね。麻痺しないから、単純な殴り合いでバッハが倒せないことなんて絶対ないから、多分これを使うとバッハ対策には 100% でしょうね。どうすっかな、攻撃体力30、その代わり他の敵に関してこれで、まあ、一回ちょっとこれで運用してみるかな。ついでだからちょっとバトルやってみっか。あ、ちょうどいい。麻痺ないから 100% バッハを倒しきれる。相手に必殺を使われようが、これにてバッハだけ、バッハとだけ対戦してみる。攻撃力が落ちたとしても多分ね、これ安定してバッハを倒せると思う。でこんな時に限ってバッハがいない。まあ中にいる可能性もあるんだけど、トップにバッハがいないと説明しづらい。ちょっと勝たないと同じで、あ、いた。いや負けなければ絶対負けない。ボムが出るまでにバッハダメだった。完全にゴリ押せなかった。こうすると、まあ、ギリギリ勝ったの。これにて、正直ね、僕にとってやまじい戦闘にしてる人はもう速攻倒したくなるんだけど、とりあえず今日の動画の趣旨としてはバッハが倒せますっていう動画だから、いない。バッハ戦闘、あ、いた、同じ人やんけ。
倒しきれてないね。で、麻痺対策してあった宇野花さん死んじゃったから、それダメじゃね。あ、たまたま向こうに弱体が入ってる。これはたまたま運が良かっただけだな。さっきもたまたまだったけどね。結局ダメかな。結局倒そのボムが出る前までにバッハを倒せるであればやる価値がある。今2戦やってみて2戦とも今の方には倒しきれてませんね。これにてダメかな。あ、もういいか。別に誰でもいいからバッハ入れればいいか。ちょっともったいないことしたな。まあ、人によるってボムが出る前までに倒しきれれば、もうこういう200の人倒したい。いやでも本当に今までバッハを避けて通りたいなって思ったところが、むしろバッハを選ぶ、あ、同じ人だな。あれ何でもない。バン。人によるか。これにて押し。まあバッハを積極的に狙っていけるっていう感じはあると思います。とりあえずこれを現状を麻痺耐性 105% なんで、麻痺短縮 105% なんで、まあ、切らないといった状態なんで、ちょっと僕これで運用してみたいと思います。これでまた感想を伝えていきたいと思います。今回は一心の転生、過去の転生の中でも両転生の一つだと思います。今まで例えば過去キスケがいいとも言ってたんですけど、これはねリンク要因として非常に優秀なんでいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、今ね、ゲットできる方法がないですけどね。キャラパックでしっかりゲットしてた人は、ぜひ活用してみてください。今回6枚です。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。